日位関係では日本国とイタリアの関係について述べる。歴史的にとても良好な関係を持っている。1496年印刷の東方圏文読日本について最初に言及したイタリア人はジェノバ共和国の商人マルコ・ポーロであるとされている。彼はその著書東方圏文読においてジパングの記述を行っており、これが日本を指したものだと言われている。 日本とイタリア人の接触が最初に行われたのは戦国時代であり、主にキリスト教の宣教師を通じてのことであった。日本で活躍したイタリア人宣教師は、イエズス会のグネッキソルディオルガンティノやアレッサンドロ・バリニャーノが知られる。1582年には九州の戦国大名が4人の少年施設をローマ教皇のもとに派遣した天章剣王少年施設。その後、 日本は近況令を敷いて、鎖国にはいるが、1643年にジュゼッペ・キアラ、1708年にはジョバンニ・バッティスタ・シドッチといったイタリア人宣教師が密入国し、捕らえられている。日本が開国し、イタリア統一運動によって、イタリア王国が成立すると、日本とイタリアの外交関係は本格的に開始された。1866年8月に、 日医修行条約が締結され、1867年3月31日に、最初の講師ビットリオサリエールデラトゥールが着任した。この時期、日本の輸出品の主力の一つが三市であり、総輸出量の4分の3がイタリアに売却されていた。1872年に、岩倉施設団がローマを訪問し、国王に配越している。その後大きな問題は起こらず、 1900年のギワダ団の乱、1914年の第一次世界大戦を共に戦ったが、相互に重なる利害関係は薄く、関係は濃厚であるとは言えなかった。ベニート・ムッソリーニのファシスト政権が成立して、以降もその傾向は変わらなかった。一方で、日本におけるムッソリーニに対する関心は高まり、児童文学、演劇などで、 ムッソリーニを扱うものが多数現れた。しかし1931年の満州事変に際してイタリアが日本の行動を非難する国際連盟の立憲報告に賛成した後、イタリアは中国大陸に関心を持つようになる。イタリアは中華民国政府に軍事援助を開始し、日本政府の不況を買った。また1940年のオリンピックには東京と共に ローマも候補に上がっていた。ムッソリーニは一時東京に情報する意図を発表したが、ローマは再度立候補した。これは日本国内でイタリーの寝返りと不評であった。1935年の第二次エチオピア戦争で、エチオピア帝国がファシスタイタリアに敗北し、イタリア東アフリカ帝国が建設された2年後の1937年11月に、 ナチスドイツと共に締結された非独位防強協定を記念する日本の絵はがき。日独位は仲良し三国と書かれている。1934年のワルワル事件によってイタリアによるエチオピア侵略の意図が明らかになると両国関係は新たな局面を見せ始めた。日本はエチオピア帝国にとって重要な貿易相手であり、イタリア国内にはエチオピアへの日本進出を 警戒する動きもあった。九百三十五年七月十五日、杉村陽太郎中医大使が日本はエチオピアに政治的関心を持たないと声明した。日本外務省はこのような指示を出したことはないと釈明したが、このことは日医間での外交検案となった。日本国内では遠山光が代表を務め衆議院、貴族院議員も参加したエチオピア問題懇談会が イタリア軍撤退を要求するなど、エチオピアに同情する世論が高まった。またイタリア側でも、日本の介入を警戒する、反日世論が高まった。しかし、日本政府は、中立、不介入の立場を取り、また、イタリアも侵攻後のイギリス・フランスとの関係悪化により、日本と接近する動きを見せ始めた。1937年11月、 イタリアが日独防協協定に参加し、後の数軸国の元となる三国関係が成立した。1938年には白鳥敏夫がイタリア大使になり、日独遺三国の連携を目指して強力に働きかけた。1940年には日独遺三国同盟が成立し、その後第二次世界大戦を戦った。しかし1943年に、 イタリア王国でムッソリーニが失脚、連合国と急戦すると日本はイタリア王国とは断交し、ムッソリーニのイタリア社会共和国を正当な政権として扱った。イタリア王国は1945年7月14日、日本に対して正式に宣戦布告した。来日中のジャンパオロディ・パオライ国防相。 1951年に交わされた日本国とイタリアとの間の外交関係の回復に関する交換公文により日本国との平和条約の発行日に戦争状態を終結させ外交関係を再開する。これに基づいて11月15日には在ローマ在外事務所が開設され条約発行とともに大使館に昇格した。以降、両国は西側諸国、 主要国首脳会議のメンバーとして、良好な関係を築いている。1930年4月から5月にかけては、ローマで大規模な日本美術展が開催され、ローマ展として知られている。その後も美術館や、ベネツア・ビエンナーレなどを通じ、日位双方の美術、芸術作品の交流は続けられている。イタリア料理も戦後以降レストランや家庭に広まり、バブル期には、 糸飯ブームが起こった。中日イタリア講師カサニー・カンファロニー・リー・ブラスコ・ランチャ、ダイエート・マルチェロ・デル・ドラーゴ・クリスト・ホロ・フラカシ、ラッティ・メント・オネ・ディトッテ・ロッサー・マウリー・リオ・コッピーニ、アルベリコ・カザー・リ・ジュスト・ジュスティ・デル・ジャルディ・ノ・カルロペローネ、カパーノ・ヴィンェン・ツ・オットル・ネッタ、ボリス・ビアンキエ・リ・ティ・アポリ、マルチェロ・グイ・リ・バルトローメオ・アットリコ・パオロ・ガーディ、ジョバンニ・ド・ミネ・ド・ガブリエレ・メネ・ガッティ、マリオボーバ ヴィンチェンツォ・ペトローネ、ドメニコ・ジョルジ、ジョルジョ・スタラーチェ。ありがとうございます。